はい。お。今日は何してるの？鳥を超えたら大人な。まあ大人なって多いんですけど。僕もやっと大人になった。宇佐田さん投げてー！はい。この前のこの前の撮影。あ、はい。大人な。はい。大人な。マッサージが。マッサージ。マッサージ。日本じゃないの？30分3000円の。あれ実際どうなんだと。どうなんだってちゃんとマッサージするんじゃないですか。何個までどこまでやるかみたいな。そうですね。確かに。ちょっと聞こうかな。まあ、気にならんって言ったら、そうなんですね。いいですか。大丈夫ですよ。大丈夫。はい、大丈夫です。ですか。はい。OK。刺激しようかも。でもネオンはついてます。蜂の巣に行くような感じで。ちょっと。だいたいこれって呼び止められるもん、自分から言ってくる。なんていいお客さんだみたいな。すっげえ甘い。これエッジっぽいですね。なんか2、4、3階は飛んで7階まで全部ありますよね。ここの1個のビルって全部揃っちゃうんですよ。確かにカスタマイズですね。行ってみましょう。これは高速すいません。やってませんか。すいません。いない。あ、いますか。はい。ここは何時からですか。はい、今。ここはどういう感じの普通のマッサージです。普通？もうあの何もない。あ、そう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 。ただシアスマッサージ。あ、ただのシアスマッサージ。はいはいはい。なんかよくあの。外とかでお兄さんお兄さんとかっていうのとまたちょっと違うんですか。あ、やってるけど、でも、あれもマッサージだけで。あの店も全部。いや、他の店は分かんない。分かんないけど。あ、ここはちなみに料金的にはどんなもんで。あ、30分は3000円です。30分払って。あの抜きとか何もそういうのはないです。難しいです。 OK、すいません。俺ちょっと聞き方選んで。はい、はい、お願いします。ちょっと待ってくださ。あ、まだ行ってない。いや、あれ、シャワー。ああ、ここはどういうお店なんですか。マッサージみたい。コースとかはかけてください。プチストラペア。マッサージからすぐ壊れてるんだったら。どこまであるんですか。そのもうマッサージだけ。あ、オイルもあります。オイル全部ない。実際どこまでやるんかな。全身オイルマッサージとしやすとオイル。もうエッチなのはない。エッチな。この全部7回ぐらいまであるけど。あ、水だわ。これも全部やることは全部一緒なんです。一緒。マッサージは。あ、もう全部つながってるわけじゃない。でも水だわがちょっと。あ、バラバラ。そうそう。あ、そうなんだ。うん、でもオイルは気持ちいい。あ、うん、あ、なるほど。大体可愛く思いますよ。可愛くいいですか。どれでいきますか。どのぐらいで遊べるんですか、料金的に。1万5000円ですか。ん、1万5000円。1万5000円、90分、ビップコース。はい、オイルしやすマッサージ。OK、ちょっと考えます、ね、うん、初めて聞かない。あ、でも気持ちいい。本当。でも全部ないんでね、エッチないですよ。エッチはもう上の人、分からないね、上とか人がない、分からないけど、エッチは絶対ない。あ、絶対ない。この水は絶対ない。全部この水、その中は絶対ない。分かりました。うん、ありがとうございます。でもオイル気持ちや。オッケー、ありがとう。入って、うん、多分中でもプラスなんぼ出すけどな。こう言うたら案外ワンちゃんいける可能性も出てくる。まあ、なんか多分感じ的には僕らが行ってあるんですかって聞いても多分そこはやっぱり簡単に教えないぞ。そうです。怪しく思われてるっていうのもあるかもしれない。 そのプレイが始まってからの、やっぱその持ち込み用で男の子が頑張ればいけるのかもしれない。
そうだね、確かに。例えばお客さんと、うん、あのスタッフの交渉、ああそうですね、店側はやっぱりそれは多分絶対あると思う、うん、ダメって言ってても OK なのが女の子だったりするわけじゃないですか。そうですね、そこにもずれ込むっていうやっぱ行為がやっぱ大事なんかな。あ、多分どこもそうだと思う、絶対、はい、ガサ入れとかって言って、あ、今回も政令都市ですしね、うん、そう、いいですか、やっぱみんなちゃんと固めてんだ。今度後日またあの個人的に、うん、ちょっと検証してみよう。結果を教えてください。わかりました、はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ですはい、いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。